株式会社三菱総合研究所は東京都千代田区長田町2丁目10番3号に本社を置く日本のシンクタンクシステム開発会社でシステムインテグレーター。略称は MRI または三菱総研。三菱創業100周年の記念事業として三菱グループ各社の共同出資により設立された。政府、観光庁、 地方公共団体等から委託される各市調査研究に強みを持つ。2009年9月14日、東京証券取引所に上場した。時価総額は約300億円で、当証一部への直接上場に必要な時価総額500億円に及ばず、所属部は市場第二部となった。時価総額は当証二部上場時点よりも減少したが、 2010年9月29日に市場第一部へ指定外となった。かつては売り上げ、営利重視の色は比較的薄く、大屋経営の貢献を重視していた。研究分野は政策、科学技術、経済、金融など多岐にわたっていて大きなシステム部門は持ってはいなかった。近年は経営陣及び主要株主の移行により売り上げ、 利益を最重視する普通の会社に転換した組織運営がなされている。市場規模が大きい IT ソリューション事業の拡大方針を明確にしており、IT ソリューション事業部門の拡大、システム開発会社であるダイヤモンドコンピューターサービスの連結子会社か三菱 UFJ フィナンシャルグループとの業務提携などの施策をとっている。連結売上高、純利益の半分以上を 三菱総研 DCS が占める。なお、他社の大手シンクタンクが金融機関の調査部門から派生したのに対し、三菱総合研究所は三菱グループの共同出資であるため、三菱 UFJ フィナンシャルグループの一員とはなっていない。旧三菱銀行の調査部門から派生した会社はダイヤモンドビジネスコンサルティングであり、 2016年現在の三菱 UFJ リサーチコンサルティングである。三菱グループ各社の共同出資という設立経緯から三菱金融会、三菱広報委員会の会員となっている。また役員は三菱 UFJ フィナンシャルグループをはじめとする三菱グループ各社出身者が多く占める。事業分野は以下の3事業に分類される。ありがとうございます。